まず最初は今回はまた直接対決シリーズ盗撮対決、うん、よく週刊誌にあるでしょう、うん、真夏の公園の暑いなんかこう男がいて女がいてもうこんなになってるところ、まあ、あるないですか、よくあんなのなあ、引け引け引くなら今日はですね、はい、夜に時間を設定して、どういうことをやるんですか、いろいろありますよね、恋人たちの営みが、どういうの、どういうの、見せて、どういう感じ、例えばどんな感じよ、いや、なんかあるじゃないですか、駅でこんな、こんな、あ、もう分かんないから帰るその写真によってこう興奮してできる写真を撮れるかという対決です、はい、だからハードな写真撮ればいいってことでしょ、そうです、うん、制限時間はで12時までします、その間にスポットを探していただいて決めたら、あ、どこでもいいの、じゃああそこ行こう、あそこだあそこだあそこだな、じゃあ俺は団地方面団地とあのあっちだ団地だ午後9時、南原内村それぞれ日本テレビをスタート、今回は盗撮ということで望遠レンズ高感度フィルムを使っての撮影となる、目的地はどこに、今ね雨降ってるでしょ、公園行ってもいないわけよ、とりあえず晴海行ってみようか、晴海、一方内村はさあまずどちらへ向かいましょうか、鶴子それ池永源太じゃないですか、はい、まずどこに向かいますか、お台場、お台場、お台場この理由は、うん、別にあそこもそこも、南原は晴海に到着、車内の電気を消しまずは偵察、こっからですか、こっからですよ、あれ重なってるじゃんおい午後9時15分撮影開始、まずはロケバスの中から撮影することになった、赤い車が近づいてきました、あ、撮れない撮れない、さあ今車はバックしながら車に近づいていきます、ちょっとピンが合いづらい、倒してるな、シートあのね倒してるからね、その行為そのものっていうのは見えない、うん、一方内村も13号地に到着、特にカメラとお前だよ、めちゃめちゃしてるところを撮るわけでしょ、だったら、あ、また来たってすいません、じゃあ、行ってきます、行ってらっしゃい、どうやら最初のターゲットは決まっているようです、あ、向かいました向かいました、あそこに止まっている車ではないでしょうか、生き垣の向こうから狙うつもりでしょうか、やはり内村も車内のカップルを狙うことになった、さあ中腰で忍び歩きで寄っていきます、通称アヒル歩きで近寄っていきます、さあ今車にかなり接近しています、ダメだここ、暗すぎて撮れねえんだよ、アングルを変える内村、息が荒い、狙いはやはり先ほどの車のようです、中に人はいるの、かなり距離があります、全然見えない、一台狙いの内村に対し南原はちょっと待って、ゆっくり来て、あと5メートル曇ってるけど、あ、あ、すごい、ちょっとすごいちょっとやだ、キスです、イエー、さっきすごいもん見ちゃったんですよ、どういうの、ヘラチオ、違う違う違う、こう動いちゃったことか、まるでシーソーのように、そうそう、女の人は髪が長いからそれがこうバサバサ揺れるのが見えたんですよ、それだけ確認できたら結構もうもうお腹いっぱい、俺の名前はタク、次の場所に移動し始めた南原に対し、まだ1台の車を狙っている内村。車に近づきました。シャッターを切っております。もう連続でシャッターを切っている。すっごい汗。もうすっごい汗かいてるよ。見極めでは確認できたんだ。おお、今取れた。取れたよ、今。今結構取れたよ。倒してた、倒してた。倒してたぞ。これ歩きながら小脇に挟んでる。白い。この自分は港を見てるんですね。ああ、カメラは後ろ。そう、カメラ後ろです。さあ今止まってシャッターを切りました。あ、
この港ね。小芝居だ。一人芝居でごまかす内村。とりあえず撮ってみました。スピードを出しましょう。ここで内村も次の場所に移動。その頃南原は大井ふ頭城南島に到着。これね、はい、一応カモフラージュとして、はい、俺と大神カップル、はい、設定として、はい、同じ大学のサークルの先輩と後輩じゃあちょっと中入っちゃうか。とりあえず公園内のカップルを狙うことにした南原。これもカバンの中にカメラを持ち込んでおります。綺麗だね海ね。こういう日は潮干狩りに限るよね。その頃移動中の内村は怪しい車を発見。富士変われ。いいか引くぐらい引くバカ。何やってんの。イチャついちゃついてるな確か。全然ダメだ。おお。手回してる女も。ちょっと待って。どうした？嘘。あっと俺待って。中の動きが激しくなってまいりました。あ、出てきた出てきた。ここで車は移動してしまった。気づいたんですね。その頃南原は。いっぱいいるよ。あのカップルはどこ行くかだな。しまっただけやってるよ。ここで南原は一芝居打ってカップルに近づく作戦に出た。お前らの芝居見てどうだ。嘘だろ。バッカついたな。バカだな。そんなのバカ泣くやつがあるか。ああ分かった分かった。じゃあもう一緒ホテル。ホテル戻るんだよ。撮ったの。今日は逃さないよ。撮ったの。泣くなよ。あの芝居に熱だまり取れなかった。おぉ何しに来たんだよ。走って行って私も帰る。大丈夫だ俺がホテル送ってきよったらカップルの手がギュッとまたなったよ。あ、力が入っちゃったんだ。 あと30分残ってます。晴海に戻るか。こっち見た。なんかあんちゃんと家出してきた妹ってなる。内村は南原と入れ替わりに城南島に到着した。うちの事務所の西田ひかると言われている高澤君。お前もカモフラージュ大作戦か。カップルと偽ってのおとり捜査に。あすごい。やはりここでも車を狙う内村。公園内からのアングルを狙う。白い車。中華。内村の姿はカメラでは捉えられず、シャッター音だけが収録される。あ、これはなんか抱き合ってんじゃない？白い車の扉が来ました。出てきたんでびっくりしたんですよ。お番組のカメラクルーも慌てて逃げる。私ミュースカメラさんも見失ってしまいましたけど、ね、ちょっとあの民家のゴミ捨て場のとこから撮ってもらえます。これですね。一方晴海に着いた南原、今回はカメラをバッグに隠して撮影する。これでカメラだってバレないな。バレる。バレる。怖がりながらも大神と外に出た南原。あ、止まってるよ。やってる。ちょっと待ってよ。カメラ見つかっておしまいだからな。男の人が上になってると思うんですけど今。うん。マジで今でも。うん。おかみ、俺より前から。やってた。ちょっとやってたね。怪しいよ。この二人怪しいよ。なんかあんちゃんと家出してきた妹ってなる。あのカップルやってた。よしもういいや。ここで南原チームタイムオーバー。いこう。ちょっと現場的にやっぱここは激しいですね。やっぱここは一番激しいね。若い性の暴走を恐るべし。一方ラストスパートをかける内村。あ、今シャッターを切りましたね。一台に絞ったの。で次の車ですね。また連続してシャッターを切っておりますね。シャッターの
音というのは意外に響くものです。シャッター響くんだよね夜中に。もういい、タイムオーバーとなってしまいました。蚊に刺される蜘蛛の巣は語る。この時突然新たなカップルを発見。ちょっと待って、どこ？背中が動いたのが見えましたね。見えます見えます、シートが倒れてますね。横につけました。さらにもう一組発見。あ、怖っ。しっかりだけやってますね。すっごい絡んでる。これはいい角度です。あ、今胸元が痛かった。何をやってんだ俺は。あれを単調釣りだと思えばいいんだ。そうだ、遅いよ。なんでいいのできたのか。全然つまんなかったし。こいつ見たんだって、なんかすごいの。シート倒してこっちとこっちで、女の頭と男の頭こうなって、それがシートゲームよ。ちょっと私の方から見てみましょう。これはどこに幽霊が出てるのかな。これはガードレールだなきっと、ね、続いて私2つ目の作品。おうまた撃つか。これはまだ車だけじゃねえかお前。うちは結構激しいやつがありましたからね、はい、それがうまく怖いよ。どうする、すんごいの取れたら。それからもうせーのドン。おお、これはバックミラーですねきっと。まあ1枚目ですから。さあ続いて見てみましょう。ドン、1枚目ドン。これはまあいいナイトシーン、ナイトシーン。まあ今車を2つでポンポンと乗りました。振って最後ですよ。またですよ。最後いきます、せーの、はい、ドン。これはまあ駅のシーン。あの芝居で近寄った時にカシャッと行けばよかったんだ。こんな近いのはもうカシャがバレちゃうじゃん。だからレーナ撮るよっつって背中越しに。それでも何回もやりましたよね。それやったじゃん。俺がタク先輩だったらね。じゃあ俺もやったんだよ。ちょっと考えてるもんな。撮ってこっちにタケてたの。こっち撮ってね。怪しいんだよ。しかもレンズこんなの。そう